はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。8月23日です。もうそろそろ8月も終わり、夏は終わりましたかね。もうしばらく暑くなる日はあると思うんですが、秋の風が本格的に吹いてきました。本日のニュースなんですけども、日本で2回接種ワクチン4割を超えたそうです。このままだったら、あと1ヶ月で5割を超え、さらに1ヶ月も経たないうちに6割を超える。おそらく10月頭にはワクチン2回接種6割超えるんじゃないかなと思うんです。そうなると本格的に世の中は変わります。間違いなく変わります。完全に空気が変わります。まあ正直言ってですね、オリンピック、パラリンピック、水害、様々なことはありましたけれども、まあ8月は僕はもう何にもしてないんですよね。ただひたすら世の中がうわーっともやーっと動いてるのを見ているだけです。なんとなくどんよりとした空気が流れてますよね。だけどそれももうすぐ終わりなんです。ここ最近ですね、というかちょっと前から思ったことが、だいたい2、3ヶ月スパンぐらいでほとんど実現してしまうという現実があるんですよね。何やろうと思ってるんですよ。何かこの地球というか世界というかこの宇宙というかがですね、もしかしたら僕の世界に限定されてなのかもしれませんが、なんか確実に変わったような気がするんですよね。で、その変化するっていうことをここ最近ずっと言ってるんですね。確かに変化してるんですよ。世の中は、世界は。けど、本当にここ最近その変化っていうのが著しいなと思ってるんです。何か感じませんか？2年前思えばですね、僕は自転車で広島から東京まで旅をしていました。で、その間何箇所かトークライブをしていたわけなんですけども、まあ、今年もやるつもりです。ただ緊急事態宣言が9月半ばぐらいまでありますんで、それ以降というふうに考えてます。あの時、まあ、YouTube がわーっとバズってですね、そしてスピリチュアルの YouTuber さんという人が何名か現れてきたわけですね。で、その、各地でそういった方々とお会いしたり、あと飲み会したりとかしてたわけですよね。ちょうど2019年の12月もスピリチュアル YouTuber 飲み会というのをしていたんですよ。あの時はこんな状況を1ミリも想像してなかったんですが、世の中ってこんなに変わるんですねということです。スピリチュアル YouTuber というのがなんとなく登場し始めたのが2019年だと思うんですね。まあ僕も含めてなんですけども。そして2020年に経つといろんな人がやり始めましたね。で、今ではちょっと把握しきれないぐらいに YouTube やってる方いらっしゃるわけですが、それと同時期にですね、コロナがやってきてるんですよ。コロナが。だから僕にとってスピリチュアルの YouTube とコロナっていうのはほぼ一緒なんです。で、これから先どうなるかっていうのが非常に楽しみなんですが、つまりですね、アフターコロナでスピリチュアル YouTuber はどのような展開を見せるかっていうところがね、とても楽しみなんですね。その中でですね、傾向としては反ワクチン的な考え方を持っている方が結構いらっしゃいますよね。僕はもう全然見てませんし、まあそもそも最近ね、ワクチンとかコロナっていうことに興味を持たなくなってるわけですね。まあそう言いながらこういう話してますけども、というのはですね、もう2、3ヶ月後にそれがないということがわかるんですよ。もう完全にないんですよ。いや、もちろん存在はするんですよ。だけれども、以前のような日常に戻ることが見えるんですね。あ、当然まだマスクしたりとかですね、ワクチン打ったりとなるんですけれども、もう、この、半分ロックダウンに近い世界も限界を迎えてるんですよ。で、その時に、特にスピリチュアル、
って YouTube を通して今情報を伝えてるわけですけども、どのような情報をみんなが伝えていくかっていうことがとっても楽しみなんですよね。例えば48時間以内にすごいこと起こりますとかですね、3日後に奇跡が起こりますとかですね、今日は1万倍で日ですとかですね、なんか世の中変わってきましたよねみたいな、結構おなじみのことがあるんですけれども、なんか本当に人々を幸せにするような情報じゃないと多分受け入れられないと思うんですね。例えばですね、まあ2年後に死にますよみたいなことを言ってる人結構いらっしゃいますけども、反ワクチンの中でですね、間違いなく消えていくことが分かってるわけですよ。だから僕は信念を持ってですね、ハッピーになるということで、絶対に嘘をつかない、そして数字だったりですね、自分の人気のために自分を偽らないということをずっとやってきたわけですよ。まあその成果は結構見えてるんじゃないかなと思うんです。この8月後半ぐらいですね、特に8月20日ぐらいから僕思ったんですけども、もやもやもやーとしてるものがね、ふわーっと今ね、霧のように散らばってる感じがあるんですよね。今見えるのがちょうど1ヶ月後ぐらいです。自転車に乗ってる姿が見えます。そして各地、大分、愛媛、香川、岡山、鳥取、滋賀、神戸とトークライブをしているんですけれども、全く違ったフェーズですね。で、皆さんの表情がめちゃくちゃ明るいです。まあ大体ワクチンを打ってるか、もしくは打ちたいと思ってる方がほとんどなんですよね。いや、もちろん明確に打たないという哲学を持ってる人はそれをそれでいいんですけども、その人も大丈夫です。だけどもそれは少なくとも恐怖心だったり不安に包まれて自分の行動を決めてるわけではないってことがわかるわけですよ。すべては愛であったり、そして喜びであったり、それしかこの宇宙にはないということに気づいている方が僕の周りにたくさんいます。そして今度のチャリ旅トークライブは、正確な日程はまだ決めかねてはいるんですが、おそらく9月半ば、もしかしたら後半になると思います。アフターコロナを象徴するような、先陣を切るような、そんなトークライブになっていくんじゃないかなと思います。そこで僕がどんな話をするかっていうことが毎年、毎回以上違うんですけども、それ自体が楽しみなんですよね。まあ実のところ今話したいこと全然ないんですよ。で、今日もなんか話したいことがあって話してるわけじゃなくて、ただ流れるがままに言葉を出しているだけなんですよね。まあ近々また滝行もしますけれども、もう本も全然読んでないんですよ。まあ漫画ぐらいですね、読んでるのは。ずっと昼寝してるんです。飲み食いして、それぐらいです。おかげさまで収入はなぜかあるんですよ。めちゃくちゃたくさんあるわけじゃないんですけども、全然働いてないんですよね。まあ、月次支援金とか一応申請しましたけどね。で、印税と広告収入がちょっとあるぐらいですよね。セミナー的なこと全然してないですよ。あ、まあ一応やりますけどね。8月も月1のやつは。1ヶ月後やばいですね。もうめっちゃ見えるんですね。で、その時に新しい話をしてるんじゃないかなと思います。自転車に乗ると僕の横にですね、ある種その神様的な存在が伴走するんですね。特に峠を越える時とかですね、めちゃくちゃその存在を感じるんですよ。僕にとって自転車に乗るというのはもう完全にライフワーク化してますよね。滝行とかもそうですし、あとジャズなんかもそうなんですけども、もちろん僕は演奏せずにプロデュースするという立場なんですが、あと旅もそうですね。11月に大阪領事館アメリカの面接を受けます。10年の観光ビザを取るんです。そしたらすぐにニューヨークに行きたいと思っています。そこでも何か起こるような気がします。
2021年はひたすら昼寝をするだけの毎日でした。まあ極端な話するとですよ、本も書いていないYouTube は相変わらず毎日やってますし、まあブログもぼちぼちやってますけども、何かしら2021年はこれだっていうことをしていないんですよね。まあ強いて言うならワクチンの話ばっかりしてたってことでしょうか。でもそれも終わったので完全に次のフェーズなんですよね。一つだけ言えるのは1ヶ月後ぐらい9月、めっちゃおもろいってことです。ただそれだけ。青空が見えますか？青空が見えますか？めっちゃ見えるんですよ。ちょっと秋の風、涼しい風を感じつつ、そして日によっては太陽の照りが強い時もあれば雨が降っている時もある。でもそんな時もですね、ひたすら自転車を漕いで皆さんの前に姿を現して、そしてその時に受け取ったメッセージを配信してるんだなというふうに思います。だいたい1ヶ月2ヶ月3ヶ月スパンで僕が思っていることというのは完全に実現するというのが見えてますので、東京も感染者今ピークアウトしています。見てみてください。で、重症者死者はちょっと増えてはいるんですけども、このピークアウトしてこれから先またうわーって増えることは実はあるんです。ただしそれはですね、ワクチンを接種してない方にグワーって広がるっていうのは、これはイギリスとかアメリカ見てもその通りわかるわけですね。イスラエルなんかもそうなんですけども、要するに見てみればわかるわけですよ、先々の国々をですね。まあ今日もなんか取り留めもない話になってますけれども、一つ言えることは1ヶ月後めちゃくちゃ楽しみ、今と全然違う空気になってるのが見えます。その時に今何をしないといけないかというと、何もしなくていいんです日々することをぼーっとただやってるといいんじゃないかと思います。何か特別なことをする必要はありません。もう何もしなくても世界は変わります。そしてその世界をポジティブに受け入れていけば自然とハッピーになれるってことなんですね。まあそんな話を今日してみました。ありがとうございました。